白雲の章、果敢の説、夢中の反乱。アドラステアの南の海から暖かい風が吹きつけるようになると、フォドラの人々は雨季の到来を知る。激しい雨に打たれて傷んでしまう前に、娘たちは急いで白いバラで果敢を編み、思い人や親しい間柄の者に贈るのである。あなたの学級にまたお願いしたいことができました。実はロナート卿が我ら聖教会に対して兵を挙げたとの知らせが入ってな。ロナート卿は王国の少領主です。かねてから教団に敵意を示していました。すでにセールス騎士団の先遣隊が彼の本拠ガスパール城に向かっている。ロナート卿の兵力はわずかなものだ。すぐに鎮圧されるだろう。あなたたちはゴズメの騎士と共に事後処理を手伝ってもらえますか。とはいえ戦場では何が起こるかわからない。万一のため装備は整えておくことだ。失礼します。レア様、私をお呼びだとか。彼女が同行する騎士を率いるカトリーヌです。よろしくな。あんたの噂は聞いてるよ。何かあったら私らを頼ってくれ。彼女はセイロス騎士団屈指の勇士ですが、他の騎士たちも精鋭が揃っています。この課題で主に刃を向ける愚かしさを生徒たちも学ぶことができるでしょう。ありがとうございます。この部屋で何度か話しかけたのに、わしのことを無視しよったの。ことと次第によっては許さぬぞ。せいぜい精進せよ。やいな。ここで手に入らない品でも地下では手に入れられるかもしれませんな。ガルグマクの地下をご存じない？あそこは地上にいられぬ者の楽園ですぞ。
カトリーヌか。その卓越した技、手にした剣、どうやら素性を隠す気などかけらもないようだな。お前も彼女に訓練の相手をしてもらえ。彼女は強い。ともすればお前よりもな。そういやな、あんたも鍛錬か。噂通り真面目なんだね。その答え自体が真面目だよ。彼女がカトリーヌ殿ね。セイロス騎士団の中でもかなりの腕前らしいわ。先生、あなたも訓練の相手をしてもらったらどうかしら。頼みがあるの。何やらきな臭い出来事ですな。なぜ王国の少領主が勝てるはずもない教団相手に挙兵などしたのか。ほう、へえ。いつか師匠みたいな一流の傭兵になるんだ。ここでしっかりと学んでね。先生は私に素質があると思う？たくさん稼げる傭兵になりたいんだけど。努力なら人一倍してるつもりだよ。片手間の貴族様たちとは覚悟が違うしね。僕の務めは第一に領民を守ること。逆に挙兵して治安を乱すロナート教など言語道断、領主失格だな。確かに私は憤るばかりだったが、先生は優しいな。反省せねばなるまい。少領主が挙兵したんだってな。賞賛もないだろうに、何がしたいんだか。先生も討伐に参加するんだろう。楽勝だろうが一応分を祈っとくよ。のやつを見ませんでした？昔から目を離すとすぐいなくなるんですよ。ま、そんなことだろうと思った。すいません先生、助かります。やあ、わからんからな。そうだな、ファーガスは王を失って乱れている。ロナート教の挙兵もその一端だろう。王位を継げぬ自分の幼さがもどかしい。空位が続けばそれだけ国も荒廃する。なあ、
ここに何かご用でしょうか。あ、馬お好きなんですか。私も馬は優しいので。何か食い物持ってねえか。お腹空いちまってよ。食っても食ってもちょっと鍛錬するとすぐにお腹が減っちまうんだよ。腕の筋肉育ち盛りなんだな、きっと。感動です。フォドラ、草木ブリギットと大きく異なります。地の精霊見守るしません。代わりに女神大地祝福しているですか。外の空気を吸ってきただけだ。つまらん休め。頼みがある。本日も異常なしであります。カトリーヌ様とはお話しされましたか。精鋭揃いの騎士団の中でも特にお強いとか。しかもあの武器すごいらしいですよ。
からガスパール城へ向かうにはマグドレド街道を抜けることになる。あの街道は昔から綺麗な景色で有名な場所なんだ。時期によっては霧が深くてな、景色を楽しむどころじゃないんだが、今の時期なら霧も出ていないはずさ。まあ観光する余裕はないだろうな。条件を聞こうか。騎士団を雇い、全て私たちにお任せください。助かった。騎士団ギルドではセイロス教団所属以外の様々な騎士団にも声をかけられるの。私たちにも雇用が許可されているから、後でギルドに行って確かめてみて。騎士団も戦っていれば当然戦力を消耗していくでしょう。市場にある騎士団ギルドを訪れれば消耗した戦力を補充できるわ。条件を聞こうか。じゃあまたな。あら、アビス先生、そんな場所に興味があるの？ガルグマクの地下に広がる古代の遺構、それがアビスよ。勝手に住み着いてる人たちもいるけれど、お察しの通り訳ありな人ばっかり。真っ当な商人ならまず近寄らないわね。先生も足を突っ込まない方がいいわよ。あら先生、ちょうどよかった。商談じゃなくて相談があるの。あなたたちがやっているいろんなこと、私にも手伝わせてくれないかしら。もちろんお代は取らないわよ。どう？悪い話じゃないと思うけれど。ありがとう。これでみんなから話を聞く機会を増やせるわ。商人は情報通じゃないと稼げないもの。だからこういう努力も必要ってわけ。ねえ、実はロナート卿は若い頃ファンガス王の兄に仕えたこともあるとかなんとか、地位も名誉もあっただろうに、なんでまた挙兵なんて考えたんだかね。ま、一介の騎士に過ぎない俺には関係のない話か。先生、コスパルのご飯の食べ方知ってます？早食いなんてもんじゃない、一皿につき数秒くらいで飲み込むんですよ。本当ですよ。まあもう面倒なんで注意しませんけど。今日も飯がうまいぜ。お、先生か。聞いてくれよ、リンハルトが早食いすんなってうるさくてさ。あんたまでそんなことを。俺の味方はどこだ。なんだと。少しいいか。最近フレンを口説く者がまた現れ始めたと聞いている。よもや君ではないだろうな。本当だろうな。もしもフレンに近づく者を見かけたら私に報告してくれ。
アヌエラ君のだらしなさを知っているかね。我が輩には到底受け入れられない。借りた本を戻すとき元の場所に返さないどころか上下逆でも気にしないのだ。床に落とした食べ物も3秒までなら大丈夫だとという謎の理論に至っては。優しくて穏やかな上司様だって。そんな優しい上司様がどうしていきなり挙兵なんてしたのかしら。あ、ところで先生、昨日も遅くまでお仕事をしていたでしょう。無理は良くないわ。あんまり遅くまで起きている人のところには井戸の底から幽霊が。なんちゃって。お願いがあるのだけど。先生、先生、今節の課題聞きました。教団に対しての挙兵なんて珍しいですね。まあ私たちは戦わないみたいなんで別にいいですけど、きっとすぐに鎮圧されちゃうんだろうな。先生、あなた、そういえば修道院の近辺は土地が豊かでいいですね。毎日美味しい食事が取れて私幸せです。先生、ロナート様は殺されるんですか？そうなったら僕は。先にはセイロス教の聖人たちが眠る聖廟があるのだ。残念ながら教団の限られた者しか入ることはできん。一年に一度女神最短の儀が行われる日だけは自由に出入りできるがな。
教とは面識がありましてね。昔はたびたび大修道院にいらしていたのです。もともとあのお方は大変敬虔な信徒だったのですが、本当に残念です。何があのお方を変えてしまったのでしょうね。すみません。先生、そういえばあの大修道院、敷地が広すぎませんか？どこへ行くにも遠いし迷子になりそう。いえ、迷子にはなりませんけどね。私子供じゃないので。ええ、美術品の宝庫ですね。毎日見てても見飽きませんよ。ここが建てられたのは1000年も前なんです。当時の美術様式を見られるのは貴重ですよ。はい、とても。実家が商家で美術品を見る機会に恵まれていたものですから。聖教会に刃を向けるということは、主なる女神に刃を向けるのと同じこと。罪深き者には相応の報いを。それが私たち主に仕える者の使命です。あなたも聖教会に属する者としてよく心得ておいてください。貴族は争い事が好きなのかしら。帝国でも王国でも同盟でも、内乱やら後継者争いやら、毎年のようにどこかで血が流れているわ。本当嫌な話。私のお願い聞いてくれるかしら。お礼をしなくちゃね、先生。そうさな、ガスパール城か。数年前に一度行ったような。城主の息子の依頼かなんかで、確かクリストフとかいう名だったな。よう、頼みがあるんだが。すまねえな、助かった。
私のものだとよく分かったわね。落とし。師匠みたいな一流の傭兵になるんだ。これ私が落としたやつじゃないか。食べると悩みも吹き飛びますよね。あら、これ好きだったの？あなたに教えたことがあったかしら。おかげで成長できたわ。まだまだ学ぶべきことがあるわね。まだまだ学ぶべきことがあるわね。私、進化、成長です。理解、完璧です。褒める、感謝です。また頑張ります。ちょっと聞かせてちょうだい。へえ、そうなのね。よろしく。ああ、
コツをつかんだか俺。どうどう、いい感じじゃない。焦らず戦おう。これでいいだろう。この体にこんな力が。まだまだ学ぶことは多い。私の力見せてあげる。行きますか。
大儲けしましょう。先生、奇襲有利を思います。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。私に任せてください。舞台に上がるより緊張するわね。まだ道は遠い。止まりはしません。分かることもあるね。
この経験は糧になる。礼を言います。ごめんなさい、隙があったから。人は経験して成長するんですね。これでいいだろ。
高貴なる者の力、見たか。恐れ入る、入りました。トゲがあるのよ。人は経験して成長するんですね。